ティンクとは、ボリビアのアンデス地域の祭りやカーニバルで踊られる、踊りの一つである。ポトシ県の北部が発祥の地であると言われる。5月3日の成獣時祭に、マッチャで行われるものが、特に有名である。男性は、牛の皮で作った白く硬いヘルメットをかぶり、シャツの上にベストのような衣装を着る。足は、裸しかサンダルを履く。これは、 昔のケチュア族やアイマラ族の戦闘の格好である。女性は山高帽をかぶり、綺麗な刺繍の入ったポリエラを着る。典型的なチョリータの格好である。踊りはまず男女共に二つのグループに分かれ、お互いに相手を威嚇するポーズをとる。特に男性は腰を低め、足を強く踏み鳴らし、腕を上げたり振り回したりする。次に二つのグループの男性が近寄り、殴り合う。 女性も喧嘩に参加することがあるが、女性の場合は腰をぶつけ合う。最後に、殴り合いに勝ったグループの男性が再び大地を強く、踏みしめ、腕を上げて、勝利を宣言する。この踊りは、村対村の対抗戦で女性の前で強さを見せて、求婚する、または、林村の女性をぶんどるという祭りが元になっている。ほとんどの祭りやカーニバルでは、 音楽に合わせて踊りとして行われるが、ノルテポ都市のいくつかの村では、現在でも近隣の村と本当の殴り合いを行っている。この際、血を流して大地に吸わせることが、大地の神、パチャママへの感謝の気持ちを示すことになるのだという、死者が出ることもあるらしい。ありがとうございます。